真田十三、真田十三、真田十三、1923年5月27日から1994年5月30日は、和歌山県和歌山市出身の元プロ野球選手、投手、内野市コーチ、解説者、評論家。1948年から1954年までの登録名は、真田茂シ実家は、和歌山市内で、 果物の菓子賞を営む家庭で、七人兄弟の抜師として生まれる。和歌山市立吹上神城小学校から和歌山高等小学校を経て、1938年に改装中、現、紅葉高校に入学。スポーツに関して、天性の才能があり何をやらせても抜群で、神城小学校5年生の時には、全国小学校相撲大会で優勝したという。 回想中では、島聖一の3年後輩にあたる。当初は一類一種や星を務めた後、2年生のには、夏の甲子園大会に三類一種、5番で出場。島の伝説的な回答による、全国制覇のメンバーとなる。島の進学を受けて当初に転校。真田は当初転校を渋っていたが、明治大学 OB の長谷川信義監督の厳しい指導を受けて、 島の後を継ぐエースとなる。の夏の甲子園大会に優勝して、改装中の2連覇達成に貢献し、戦前最後の会話と呼ばれた。3連覇を目指していたの夏の甲子園大会は、文部省の指示で中止となるが、秋の明治神宮中東野球大会では、改装中の3連覇をもたらした。なお、2、文部省主催の全国中東学校野球大会が開催されるが、 この大会では出場規定に、満19歳未満という年齢制限が追加されたため、サナダは出場することができなかった。同年の秋の明治神宮中東野球大会では4、連覇を達成。回想中卒業後、に朝日に入団。これは、中学時代の活躍に注目した朝日の、球団オーナー田村小間次郎の肝入りによるものだった。田村は、入団時からサナダに目をかけ、 他の選手が田村邸の敷地にある合宿所住まいだった中で、サナダだけを自邸の離れに住まわせるほどだった。後年の小鶴誠らとの不和には、生え抜きであるサナダと、いわゆる赤峰はじめ派に属し、大英スターズ来席した小鶴らとの確執に加え、こうした差別待遇も背景があったと言われている。1943年は新人ながら13勝、防御率1.98。 リーグ7位を記録し、朝日の上位進出、3位に貢献する。同時に、真田は、日本大学大阪専門学校、現、近畿大学にも、学籍を置いていたが、これにより、学徒とみなされて、同年秋の学徒出陣により、海軍に入隊する。このため、戦前のプロ野球での実績は1943年の1シーズンのみであった。海軍では、 航空隊を志願するも不合格となり、1944年6月に横須賀の通信隊に配属されて、島と再会した。島と、サナダ9月に揃って、和歌山、由良のキー防備隊に転属したが、2ヶ月足らずで、サナダは特殊戦考艇の要因として、石川県に再び転属し、終戦を迎えた。2、田村が、 新たに創設したパシフィックに入団して、プロ野球界に復帰。速球と、剣牙のドロップを武器に1946年からまで3年、連続1 0勝を挙げる。またこの間の1948年9月6日の、大阪タイガース戦で1リーグ時代最後の、ノーヒットノーランを達成。一失策があり完全試合は、逃すが、史上初の無視支給となる準完全試合であった。 二リーグ分裂後の2は、最多勝ちとなる39勝を挙げて、沢村賞とベストナインを獲得し、小区のリーグ優勝に大きく貢献した。ちなみにこの年の真田ダの39勝と、チーム全体での98勝は、現在でもセリーグ記録となっている。同年の日本シリーズでは、第3戦と5戦に先発。3戦は打ち込まれながら、サヨナラ勝ち、逆に5戦は、 味方の失策で9回に決勝点を奪われる、対照的な結果となった。日本シリーズ終了後に実施された最高志君選手、MVP 投票では、小鶴誠の12票に対し、真田は7票、投票総数41票で辞典にとどまり、獲得はならなかった。これに関する詳細は口日、は、それまでの国史で肘を痛め、24試合の登板、7勝6敗にとどまる。 オフに大阪タイガースに移籍するが、田村は経営する田村区の業績悪化で球団にまで手が回らず、移籍は田村の知らないところで決まった。5月7日の広島戦で2回目のノーヒットノーランを達成。通算打率255と打撃も良く、現役晩年は三塁手としても出場した。1954年7月25日の中日戦、大阪スタジアムでは、 3点をリードされた延長を10回裏に代打として起用されて三振に終わったが3ストライク目がファウルチップで保守が落球したとして阪神の松木健二郎監督と藤村文雄が抗議。ファンがグラウンドになだれ込んで試合が一時中断し、この試合は阪神の放棄試合となったオフに発生した藤村排斥事件では排斥派の一人となる月日に 球団側から金田正康と共に、来期の契約公開を行わないとの通告を受ける。球団側は12月25日に、金田は復帰させたが、サナダについては、力の衰えから戦力にならないためという理由で、方針を変更せず、サナダはそのまま退団した。サナダ自身は、後年、球団との仲介をした外部の人間から、金田も帰るからお前も帰って来いと言われた。しかし、 そんな気になれんかったと実感している。サナダは、後日、野球界の一匹狼はサナダだけだったと、藤村文夫がコメントしているのを読んだという。プロ通算178勝は、甲子園大会とプロ野球の両方で選手として、優勝を経験した投手としては、シーズン終了時点で最多勝を記録である。この記録には、桑田真澄が、あと5勝まで迫っていたが、 2007年にメジャーリーグに移籍し、未勝利のままで引退した。引退後は、スポーツ日本評論家や東海ラジオ解説者を務めた。彼は評論活動の傍らで、明星高等学校の監督となり、の夏の甲子園で優勝した。甲子園優勝投手が甲子園優勝監督となった第1号である。2プロ球界へ復帰し、 東京オリオンズの一軍投手コーチに就任。退任。以降は、阪急ブレーブス一軍投手コーチ、タイを務め、4度のリーグ優勝に貢献。その後は、サンテレビ解説者を経て、近鉄バファローズ一軍投手コーチ、タイを務め、チームのリーグに連覇に貢献。2、野球殿堂入り。阪急と近鉄で、合計10年、コーチとして、 監督の西本幸夫をサポートしたが、阪急時代には投資を継ぎ込もうとする西本に対して、監督の気持ちはわかるが、それは無茶です、と静止していたという。晩年には、ボーイズリーグチームの監督を務め、弱小だったチームを全国大会出場に導いている。5月30日に死去、去年71歳、中野春幸の、球団消滅幻の優勝チームロビンスと、 田村小間次郎によると、1950年のシーズン中、オーナーの田村は最高主君選手、MVP は、サナダと考えて、サナダに、もし最高主君選手を取ったら、小鶴誠には、自分から賞金を出すと話した。これは、サナダばかり、可愛がられていると見られることを暗示たものであったが、サナダが、もし小鶴が取った場合は自分に金を出すということかと、問うと、田村は、 そういうことになるかと返答する。日本シリーズ敗退後に最高主君選手が講ずると発表されると、真田は最高主君選手が取れなくても社長が金をくれると言っているとチームメイトに話してしまい、これがチーム内に波紋を広げ、監督の小西徳郎には日本シリーズ中に田村から金を渡さたと歪んで伝わることになった。この件に関しては、小西の回想録、 死体残昧、実業の日本社、1957年では、シリーズ前に、MVP がコズルに決まったことで、田村がサナダに、俺がそれ以上のことをしてやる、金でやる、遂げたことをサナダが、他の選手に話したとある、同書 P166。また、鈴木隆二は回顧録で、日本シリーズ中、シリーズ前と書いた箇所もありに、最高主君選手がコズルと発表されたので、 田村が真田に金を渡し、チーム内に内紛が生じて、シリーズに敗れたと記している。しかし、実際に最高主君選手が発表されたのは、日本シリーズ終了後の11月30日で、前後関係からは、シリーズ前、または途中に、MVP が決まったため、田村が真田に金を渡す話をした、または渡したという話は成り立たない。中野の本にはこの二つの著作も。 参考文献として挙げられており、その上で異なる記述をしている点に留意する必要がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。